全日本一輪車競技大会とは、公益社団法人日本一輪車協会が主催する一輪車、演技部門の全日本大会のうち、舞台演技部門の大会である。オールジャパンユニ、ダンシングコンペティションの名称で以前は開催されて、いたが、2010年大会から演技部門に共通する名称となり、オールジャパンユニ、ダンシングコンペティションの名称は、サブタイトルとなった。 日本一輪車協会が主催する演技部門の全日本大会はこのほかペアグループ演技部門の大会とソロ演技部門の大会がある。一輪車競技の演技部門とは、一輪車に乗りながら曲に合わせて演技を行い、その芸術性や一輪車乗車の技術力を競う競技である。スケート競技におけるフィギュア部門に相当する。ソロペアグループ演技部門は、 体育館のフロアを使って演技を行うが、ホールのステージを使って演技を行う部門が舞台演技部門である。一輪車演技は主に体育館のフロアを使って行うが、歴史の長い演技系一輪車クラブの中には、クラブの発表会をホールで行うところがあり、これが競技大会に発展したものである。2003年に第1回大会を開催し、2012年大会は、 第9回大会となる。例年3月下旬の休日に、青森県弘前市民会館で行われる。日本一輪車協会が主催する大会ではあるが、開催地の一輪車クラブである、豊田児童センターが、大会運営のほとんどの部分を担っており、豊田児童センターを中心とする、オールジャパンユニダンシングコンペティション実行委員会が、共感となっている。大会趣旨として、 参加者全員の親睦を図るとともに、一輪車の普及振興に努めることを謳っており、大会前日のリハーサル終了後に、大会参加者による交流会が開催されている。また、舞台の特性を生かしテーマに沿って美を追求し、監修の心に響く作品を創造することも趣旨としており、審査員に一輪車以外の芸術分野の人を含めている点が特徴的である。 これまでの9回の大会のうち8回の大会で、豊田児童センターが優勝している。2012年の第9回大会では、複数クラブによる連合チームを含め、7道県から17クラブによる16チーム、310人が参加している。ありがとうございます。